はい、こんにちは、こんばんは。まあオープニングは別で撮りしてると思いますけど、別撮りしてなかったらここから流れます。今日はね、何月だっけ、2月、1月の十何日だか忘れました、富士風のライブ会場ですね、埼玉スーパーアリーナというところに来ております。皆さんもね、馴染み深いんじゃないでしょうか。米津玄師がライブした場所ですね、米津玄師ツアー変身の最終会場に選ばれた埼玉スーパーアリーナというところで、ね、来ております。まあね、今回からね、僕のね、勝手にね、あのチケットないけどライブ行ってみたシリーズやろうかなと思ってね、ハッシュタグチケないとか言ってね、動画出してみようかなと思います。今回はね、まあその第一弾なのか、まあそれで言うと後が第一弾なのかもしれないけど、まあ一旦今日はね、この動画を第一弾にしようかなと思います。これ見えるかな、あ、もうちょっとこっちか。埼玉スーパーアリーナの文字が上にあるんですけどね、ちょっと今会場をね、ちょっと一周しようかなと思って、埼玉スーパーアリーナの周りをね、一周しようかなと思って、後で、会場の雰囲気とかね、わかる動画をね、とか写真とか、わかんないけど、つけておこうかなと思ってます。客層はね、ちょっとね、年齢層高めかな、うん。で、なんか女性が多いような気がする。まあ、男性のアーティストだから、そんなことは、いや、でも、若い女の、ね、学生なのかな、みたいな人も、まあまあいるし。まあ、米津玄師よりは若干女性の方が多いかな。そういう気はする客層ですね、見てて。よしよしよし。でね、今回もね、まあね、さっきからチケットないけどライブ行ってみたシリーズとか言ってるんですけど、まあ、チケットないんですよ。チケットが手に入らなかったんですよね。まあ、僕が、ここに行こうって決めたのが本当に前日、前々日ぐらいなんで、チケットがあるわけがないんですけど、いや、ちょっと行けないということで、まあ、悲しいですけどね。まあ、次は行ってみてもいいかな。意外と何もなかったんで、裏側割愛するかもしれないですね。まだないんだよね、これゲートの前なんだけどさ。あ、そうだ、ゲートの前といえば、まあ、泊まるとこあんのかな。ヨネさんの時はあったね、東京体育館のとこか、扉の前とかでお泊まりしてたのもあったから、まあもしかしたら今日もあるのかもしれないけど、会場4時、開演5時だったかなくらいだけど、僕はその時間までいるかどうか怪しいから、まあいたらお泊まりなのかなみたいなのを載せといてもいいかなと思うんだけどさ、湿気がすごいせいで髪がなんかおかしいことになってるけど、そうだよね、まあ見てもらったらわかるけど、こういう感じのこの階段とか、裏の階段とか、まあ、見覚えがある人もいるんじゃないかな、変身ツアーのね、埼玉スーパーアリーナ会場に行った人だったらね、見覚えがある人もいるかもしれないですね。おー、危ない危ない藤井風の曲って僕あんま知らないんだけどね、正直。旅路とか、チラリ、あと青春病は好きかな。まあ、そもそも僕が藤井風を知ったきっかけっていうのは、アップルミュージックのプレイリストで、ラジオみたいにしてやってる番組があって、そこの中で青春病がリリースされたタイミングで特集がされてたんだよね。この曲すげえな、すごいいい曲だなと思って、聴くようになった。で、その時あんまりまだ曲出てなかったんで、今でもそんなにものすごい多いわけじゃないと思うんだけど、あんまり曲がなくて、青春病だけ聴いて終わっちゃってたんだよね。最近なんかまたいい曲がいっぱい出てた。紅白にも出たりしたから、ね、やってるみたいなんで、なんかすごい高いピアノ水浸しにしたとか言ってニュースになってたりもしましたけどね。そんな感じなので、ちょうどね、わかりやすいからちょっと見てもらいましょうか。まあ、見てもらうと、米津玄師だったら僕は向こうの方だったじゃん、確か。で、こう、下が入り口なんだけど、あの辺かな、あの辺が物販になってて、その奥のあの白い見える白いあのテントが物販になってるんだよね。で、フォトスポットとかはね、英語見てもらってもないんだよ。米津玄師の時はあの辺のフォトスポットだったんだけど、ないんだよね、今回は。で、あそこのモニター、あのモニターになんか MV が出てるらしくて。で、お客さんはね、本当に今このまばらに見えるじゃん、この辺は。でもね、向こうにめちゃくちゃいっぱい集中してるんだよね。まあ、全体的には米津さんの方がでも多いのかなっていう気は今のところしてる。そういう感じですね。藤井風のライブね、ちょっと物販のところもね、見に行ってみましょうかなと思いますね。まあね、ものすごい密度がね、高いんだよ、その一部分だけ。全体的にはそんなに多くない。今これ見てもらった通り、この誰もいないし、この辺だってわーって言って誰もいないし、あ、一人歩いてたね、でもそんぐらいしかいないし、で人少ないんだけど、物販のところ一部分にだけものすごい集中してるんだよね。うん、
物販とか、もうざっと見てきたんだけど、まあ今回はね申し訳ないけど、なんか僕の中でいまいちこう光るものというか、これ欲しいってなるものがなかったんでね、あんまり、まあ、今回は何も買わないかもしれないですけどね、まあ、とか言ってアドの時も CD 買って帰ったりしたんだよね。でもあのステッカーは欲しいじゃんね。はいはいはい、なんかね他に欲しいものがあるから、ツイッターとかで見てたら、なんか米津玄師のファンなんだけど藤井風のことも好きですみたいな人が、そのライブに行きますみたいな、米津玄師のファンの人いるかなみたいなこと言ってる人ちょこちょこ見かけたんだよね。だから割とファン層かぶってんのかもしれない、それで言うと。そんな気がしてる。あ、彼女も見える向こうの様子が。まあちょっと向こうも行ってみましょうか、せっかくなのでね、行ってみようかと思います。これから向こうとかさ、この辺ちょっと見えるかな、わーって人がいっぱいいるよね。でもね、何なんだろうね、物販の列のところにみんな並んでるのかな。あ、でちなみに物販はなんか整理券配ってるらしくて、開園前はその整理券持ってる人しか買えませんみたいな感じだったから、僕は今物販のところに行けてないっていう感じなんだけど、並ぶだけ並んでみたい感はあるけどね。ですね、ちょっと物販のところも見に行ってみたいかなと思うんだけど、入れるかな。この辺とかめちゃめちゃ人がいるでしょ。人がいっぱいいますね。慣れたけどね、きっと。これは何が、あ、これ物販だ。ちょっとここね全部並んでるのね、これ物販なんだよ、これ全部。なんかこの敷居があって、この中にチケット整理券だから、チケットとか持ってる人が中に入れるようになって、多分その中で並んでるんじゃないのかな。なんかそんな風に見えるけど、ちょっとどうなのか分かんないけどね。なんかガチャガチャとかホームページで見たらパッと見はなかったんだけど、なんだかな。って今回ってきてるんだけど、ほぼ一周かな、動画でほぼ一周ずるーって。だからこういう感じで今待ってる人がいて、ちょっと行けば見えるかな、こっちか、あそこ動いてるんだけど、なんか多分ここに並んでる人がいるんだよね、こっちにこう入っていってるみたいな。物販列になってますね。なんか不思議だね、なんだろう。あ、ちっちゃい、あまり近くで映してもあれだからさ、ちっちゃいんだけど、この下にちょっと下がってて、ここのテントのところで多分買ってるっぽいんだよね、やっぱ。いいですね。なんか感染症対策はなんかきっちりされてるなっていう感じは見て取れるかな。なんかこう感覚、多分スタッフさんがフリってちょっと待ってくださいってやってんだろうけど、感覚が空いてて、その辺は気づかされてるかなというふうに思いますね。はい、まあ、今回はね、まあ、この動画どういうふうになってるかわかんないですけど、一応ねこの辺で終わりにしとこうと思いますね。藤井風のライブ、アーティスト藤井、ソロアーティストですね、米津玄師と同じ藤井風さんという、アーティストの方、のライブ会場にちょっと来てみました。で、今回から勝手に僕が名前付けたね、チケットないけどライブ行ってみたシリーズの第1弾ということでやらさせていただこうと思います。まあ、今後もね、いくつかねライブ、行く予定があったりとか、まああとはチケットないけどこのアーティスト興味があるなとか、物販のコンテ欲しいなっていうのを見つけたらね、そういうのに行ってみようと思います。はい、じゃあこの動画は、この辺で終わろうと思います。ご視聴ありがとうございました。また、次回の動画もしくはライブ配信のところでお待ちしております。よろしくお願いします。あ、いいねボタンとチャンネル登録を忘れなく。藤井風のファンの皆さん、お待ちしております。それでは。